クレマン・ジャヌカンはフランスルネサンス音楽の作曲家。聖職者ではあったものの晩年まで不遇であった。むしろフランス宮廷のもっぱら世俗歌謡の作曲家として有名である。どうやら音楽家として確たる地位を得たことはなく、生涯の終わりになってパリの宮廷に召し抱えられたが与えられた地位に就任する糸間はほとんどなかったようである。ジャヌカンは シャンソンの専門家であり、このジャンルを作り出した作曲家の一人とみなされている。ジャヌカン作品は言葉というより、擬音語や擬態語を取り入れているがゆえに特筆に値する。例えば、無意味な言葉の羅列が鳥のさえずりを形作っているのだが、これは今日言うところのオノマトペイに他ならない。ジャヌカンのオノマトペイを用いたシャンソンのうち、代表的なものは、 鳥の打たれちゃんとデおわぞカリラシャッセ、戦争ラゲール、ラバタイユでマリグノンがある。単純な恋愛歌曲、みじめな、心レブーバーカーや、当時の奔放な性生活を風刺した、ある日奥方が眠りにつくと、アンジュールクマダムのような歌曲でさえ、オノマトペが歌詞の途中に織り込まれたり、あるいは、主戦律を伴奏するパートの林文句に利用されたり、する例が認められ、 それによって、姿勢の庶民のたくましさや、したたかさ、わい雑なエネルギーが、効果的に表出されている。ジョスカンやビクトリアとは異なり、芸術家としても聖職者としても成功を収めるには、至らなかったが、その作品は、フランス国外でも注目されており、ゴンベール編曲とされる、鳥の歌は1547年に、アントウェルペンで出版された。ありがとうございます。